エベツ製粉株式会社は、北海道エベツ市に本社を置く製粉会社である。創業は、昭和23年創業者初代社長、アビコヤソウ氏太平洋戦争終結後の昭和23年、戦後の食糧難を解決するため、アメリカなどからの食糧援助として入ってくる小麦を、政府から受託加工する会社として始まり、その後しばらくは、輸入小麦の製粉を中心に行ってた。 1970年頃より国産小麦の生産量は増え、北海道でも大量に作られるようになったが、北海道産の小麦はその当時あまり評判は良くなく、当初は外国産小麦に混ぜて使用していた。小麦の大産地、北海道にいる会社は、北海道産小麦は本当に好まれない麦なのか、どうか改めて検証を始めた。 100%北海道産小麦はどんな評価をするのか不安はあったが食品の安全をまず第一に考え身近なものを食する安心を大切にしようという方針に消費者の方々からの高評価であり事業の方向を変える大きなきっかけとなったその中でも北海道産小麦春豊の出現は国産小麦でパンをという消費者の声に応える大きなきっかけになり以後は 世間の国産小麦を見る目が変わった。小麦生産者や小麦粉を使う職人さんなど、小麦をめぐる消費者とのつながりができ始めた。人々にとって大切な食べ物に関わる仕事に従事できることに誇りを持っている。良質で安全、そして廉価な商品を作ることに日々努力し、 北海道の豊かな自然を添えて消費者にお届けている。ありがとうございます。